まりました。テレビ滋賀プラスワンです。暖かくなってますます快調でございます。やる気満々、桂豊作です。はい、そして鶴瓶さやかです。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、快調な豊作さんということですけど、快調ですね。もしですね、豊作さん風邪をひいたらどんな病院に行きますか？病院には行かないです。なんで？いや、ちょっと、頭ぼーっとするなとか、それぐらいやったら僕はあんま行かないですね。もう自分で回復するのを結構僕苦手な方なんですよ、実は。じゃあもうどうしても行かなきゃいけないような場合、例えば大きな怪我をするとか、心臓発作に見舞われたりしたら。そうですよね、そんな時はね、大変でしょうけど、心臓発作になったら意識ないんじゃないですか。どうするも何も。どうするも何も、はい、まあ、じゃあ誰かが病院に連れてってはくれるとは。嫁さんではないやろうな、まあ、それ以外だったら誰か連れてってくれるんですか。まあ、普通は連れてってもらえるから安心してください。はい、まあ、病院にはですね、いろいろな役割というのが実はあるんですね。あ、病院ごとにある。はい、そうなんです。はい、まあ、例えばだから風邪をひいたら地域のかかりつけのお医者さん、はい、でやっぱり怪我をしたとか心臓発作になったら大きな救急病院とかに普通は行くと思うんですよ。はあ、なるほど。はい、ただですね、最近の傾向として、皆さんが病気になった時にやはり設備の揃っている大きな病院に直接行って受診するということが増えているそうなんですね。まあ、それ言うてしもったら、でも設備が揃ってんやったらそっち行こうかと思うやん。まあ、安心ですよね。でもまあ普通の町医者さんでもね、ほとんどの病気は見れるわけでしょ。まあ、風邪とかは結構、ね、はい、大丈夫なわけですし、今は結構わかりますもんね。そうなんです。はい、ただその皆さんが大きい病院に行ってしまうことで、はい、軽い症状の方から入院が必要な方まで、たくさん受診をするので、診察までの時間、待ち時間がまず長くなる、なるほど、ということがある。はい、さらにですね、すぐに治療が必要な重症の患者さんが適切に治療を受けられない恐れも出てきているということなんですよ。なるほど。スムーズに診療ができなくなっちゃうんですね。うん、そうなんです。で、このようなことを解消するために今必要とされているのが地域医療連携なんです。はい、そこで今回はですね、番組のテーマ、誰もが安心して医療を受けられるためにと題しまして、地域医療連携について考えます。地域医療連携ってパッと聞いてもなんか、わからないね。まあ、そうですよね。はい、簡単に言いますと、はい、患者の皆さんの病状に合った医療を適切な病院や場所で切れ目なく提供していくということなんですね。あと、その病院ごとに医療機関が連携をする。そうです、はい、そうです。でやはり病院役割があると申しましたが、はい、地域の医療機関がその機能を分担して連携することによって、より助け合っていこうというものなんです。なるほど。スムーズにもなりますね。はいはい、まあ、ただその一般の患者さんとか私たちってなかなか病院の持つ役割っていうのは分からないと思うんですよ。そうですね。今ですね、大きく分けて4つありますが、こちらをご覧ください。はい、まず高度急性期病院、そして急性期病院、こちらはですね、救急医療など集中的な医療を提供する病院です。そして回復期病院はリハビリなど在宅復帰へ向けた医療を提供する病院。はい、もう一つ、慢性期病院、こちらは継続的な治療が必要な方を対象とした長期療養向けの病院になります。はあ、なるほど。はい、でこうした役割を今回は皆さんに知っていただきたいんですね。はい、では光尺さん、突然奥様がお風呂場で倒れた、その場合はどうしますか？泣いてしまいますね。まあ動揺すると思いますが、そして、そして泣いてしまいますね。いや、もう何にもできへんねや、俺もうそんな、あ、救急車な。そうなんです。それは思い浮かばへんもんやで、そこには。いやいや、もう心の準備しといてくださいね。はい、何があるか分かりませんから。で、そうやって救急車を呼んで最初に搬送されるのが高度急性期や急性期の病院です。近江八幡市立総合医療センター、県内に4施設ある救命救急センターの一つとして、地域の救急医療の中核を担っています。つまり高度急性期の対応病院です。当院は急性期病院として、主に重症の患者さんを受け入れております。まあ、その中にはですね、脳卒中で倒れられた患者さんとか、あるいは心筋梗塞を起こされた患者さんですね、こういう方はもう早急な対応が必要で、遅れると生命に関わります。あるいは連携先の病院からですね、緊急に転送されてきたりすることが多いですね。まあ、その他に、地域周産期母子医療センターという役割も持っておりまして、災害拠点病院という役割も持っております。つまり交通事故や脳卒中など緊急に治療が必要な患者が治療を受ける病院です。
先ほど言いました脳卒中の患者さん、急性心筋梗塞の患者さんとかの急性期の時期を主に治療しておりまして、病状が安定いたしましたらですね、他の病院に転院していただくことがございます。どこの病院へ行くの、この後どうなるの、患者さんは不安になるかもしれません。でも安心してください。患者さん、それからご家族の方がですね、転院に際してすごく不安になられることが多いんですけども、うちの病院には地域医療科という部門がございまして、そこが転院先のですね、選別あるいは、退院支援に関しましてケアマネージャーとかも当院に来ていただきましてですね、カンファランスをしてご家族が安心して転院していただける、あるいは在宅に帰っていただけるようなお手伝いをさせていただいております。今行われているのは退院前カンファレンス。日中同居にならはるので、家族さんとしてはもうどうしたらいいんやろというふうな思いは持ってはったんですけれども、ただ次帰り派とかあるいは療養型でずっともう介護を受けるという適用対象ではないという判断で、在宅の方向でサービスを整えていただき退院していただくという方向になっています。入院された方がどのようにして治療を受けられて、その後どこの病院あるいは在宅に行かれるのかというあたりを家族様のご意向を確認し、主治医の治療方針を確認して、次の患者様の行くべきところに、私たちはつなぐという、そういう役割を持っています。もちろん病診という病院と診療所との連携もありますし、例えば当院での急性期が終わった後まだリハビリをもう少ししていただく必要がある方には、回復期リハビリという病院に、病院から病院への転院というものをつなぐという役割もしておりますし、当院での治療でも終結でいいだろうという方には在宅につなぐという、そのような役割も行っています。急性期の病院で行う治療が終わればさようならということではないんですね。これなら安心できます。でも自宅へ戻って病状が急変したらどうしたらいいのでしょうか。もう一度戻ってきて治療してもらえるのでしょうか。はい、もちろん私たちはもう急性期の病院ということでの役割を担ってますので、お家で安定して過ごされている間は、ご自宅のかかりつけ医の先生方に病状の管理はお任せするという形になるんですけれども、一旦家に帰ったらもううちの病院の、診察が受けられないのかっていう不安を持たれる方も中にはいらっしゃいますけれども、もちろん何か病状が変わった時は当院で、治療を受けていただくということはできますので、ご安心いただきたいと思います。すぐ救急車呼ばなかね。そうですね、安心です、はい。そして適切に治療してもらって、でさらに退院した後はまた別の地域医療の連携ということで病院を案内してもらえる、はい、こういうことが必要なんですね。さて医療に関してですね、現代社会が抱える悩みの一つとして超高齢化社会というのがあります。2025年には団塊の世代が75歳以上になり、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上になってしまいます。高齢者になると結構体の悩みとか健康の悩みってありますよね。出てきますよね。そうですね、慢性の疾患とかいろんな病気を併せ持つ人も増えてくると思います、はい、さらに手術だけでなくその後のリハビリも必要となる患者も増えると考えられます。そこで必要となるのが回復期の病院です。東近江市にある近江温泉病院、ここは回復期のリハビリを受けることができる回復期リハビリテーション病棟があります。回復期リハビリテーションの役割とは何でしょうか。どうしても脳卒中とか あるいは脳梗塞とかそういった病気で急性に倒れられた後、急性期の病院に最初は救急搬入されると思うんですけど、そこでまず体の状態の安定を図って、生命の危機を脱した後の手術したリハビリができるようにということで設けられた施設になります。そのためリハビリテーションプログラムを医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが共同で作成し、これに基づくリハビリテーションを行っています。リハがより集中して短期間で高い能力の獲得を目指せる環境が整っているということ。
皆さん自宅から病院へ通っておられるのでしょうか。いや、まず急性期を経てそのままうちに入院していただく感じになりますね。急性期の病院はまずは体を安定させること、病状を落ち着かせること、それから、まあ、最低限二次的な、ね、その病気で寝てる間により体が硬くなってしまったりとか、いろんな状態がありますので、ね、その安静というのは非常に、その後の生活に悪い影響を及ぼすこともありますので、そこを最大限防いでいただきながら次へつなぐためのリハビリをしていただいているかと思うんですけど、それを受け継いで1ヶ月半あるいは3ヶ月あるいは5ヶ月とそれぞれの状態に合わせて周知したリハビリを行っていくと。必要なリハビリというのも一人一人ね、さまざまな思いがありますので、まずは身の回りのことがしっかりできるようにというところから入って、それから、まあ、そのために必要な移動手段をしっかりと身につけていく、その後生活行為といいますかね、身の回りのこと、それからその後の役割とか活動とか、それぞれ一人一人にいろんな役割が帰ってきた家帰りますとありますのでね、いろんな課題もありますので、そこまでしっかりと身につけてその生活につないでいくという役割も担っていると思います。元の生活につなぐためのリハビリ、入院早期には患者が住んでいる自宅を訪問、玄関やトイレ、台所など生活環境を調査してリハビリメニューの調整もしています。さらに仕事や社会活動に参加できるよう目指します。リハビリの目標は手足の動きではないので、その先にある目標あるいはその意味を達成させてあげることがやはり大きな目標になってくると思いますので、できるだけ家に帰る前にその方の持っている能力を引き上げるだけ引き上げて、それから帰ってから生活をイメージした状態で次へつなぐということがとても大事だろうと。したがって、まあ職場復帰とかね、そういうのも当然考えながらやっていきますし、帰ってからの役割もが最終的な大きな目標になってくるかと思います。まあ、僕はちょっと知り合いの方が一血でちょっと倒れられたことがあって、はい、その時にまあ付き添いをさせてもらったことあるんですけどね、うん、やっぱり最初の急性期の病院は2週間いてなかったと思うんですよ、はい、でそこからすぐにっていうことでちょっと不安はあったんですけど、はい、でもやっぱりリハビリの病院ね、今もそうですけど、うん、はい、ものすごく丁寧にリハビリを、うん、ほんでみんなやる気になって、なんとか治りたいという意識が強い仲間たちがいてるんで、はい、どんどん良くなるはったんでね、まあ、うん、状態さえ許せば早くリハビリ専門の病院に行くのはいいことだとは思いますけど ね、 やっぱ専門のスタッフが多く揃っているというところが安心だと思いますし、はい、そうですね、でリハビリをして、それでやはり家に帰って今までの生活が取り戻せるようになる、そのためにやはりこの回復期の病院というのは重要になりますね。2012年にですね、実施された滋賀県の医療福祉に関する県民意識調査によりますと、人生の最後を迎えたい場所は自宅が 48%、 およそ半数の人が自宅で最後を迎えたいと思っていました。ただその一方でですね、自宅で最後まで療養ができるかという問いに対しては半数以上の人が実現困難であるとも考えているんです。確かにね、一度入院してしまうとなんかこう病院のありがたさもよくわかりますからね、なかなか出られないという現実もあるんではないかと思いますけど、はい、ただ今後はですね、滋賀県でも一人暮らしの高齢者が増えるというデータもあるんですね、うん、でさらに自宅で病状が急変したりするのが不安という意見も多いようです。そこでですね、最近取り組みが進んできているのが在宅医療なんです。はい、はい、こちらお医者さんが自宅まで診察に来てくれたりするものなんですが、まあ、お医者さんや看護師さん、そして定期的にご自宅に伺って患者さんの生活に必要な医療機器の管理や検査、診察など計画的に行うものということで、実際に在宅看護の現場を訪ねてきました。はい、東近江市にある在宅ケアセンターみのり、東近江市を中心にずっと我が家で過ごしたいねをモットーに、より良い在宅ケアを目指した訪問看護サービスを提供しています。どういった方をサポートされているのですか。病気や障害を持った方が住み慣れた自宅でその人らしく生活できるようにサポートしています。医療的ケアが必要な方、寝たきりや全身状態が低下しているために体調が変化しやすい方、また在宅でのリハビリテーション、
家族への支援が必要な方なのに、安心して自宅での生活を続けていただくために訪問看護を行っています。訪問看護では医療的なケアを必要とする方のご自宅を看護師などが訪問し、在宅での療養生活の支援を行います。訪問看護ではどういったことを行っているのですか？血圧、脈拍などの測定、全身状態の観察などの健康チェック、また吸引や胃ろうなどの医療機器の管理や指導、床ずれの予防や手当、医師の指示による医療処置も行います。認知症介護の相談や助言も行っています。またご本人、家族が望む最後が迎えられるように終末期のお世話も行います。訪問看護は基本的には1回の訪問を1人の看護師が行いますが、医師やホームヘルパーと一緒に行う場合もあります。在宅ケアセンターみのりでは、家で過ごしたい、外出したいといった利用者さん本人の気持ちを大切に、本人や家族の話に耳を傾けながら苦痛や症状の緩和ができるように関わっています。訪問看護で大切にしていることは、元気にその人らしく生き生きと暮らしててくださったらそれが一番だと思うので、そういう形にあんまり、ね、こだわらずに、その人らしいというところを尊重しながら、支援していけたらなと思っています。寝る方が気分が楽です。ちょうど時間に来てくれる、待ち遠しいです。利用者さんやその家族にとって在宅での療養には様々な不安があります。でも介護サービスとの調整や薬剤師、歯科衛生士など様々な職種がチームとして連携し、患者や家族が安心して在宅療養できるようサポートしています。自宅で状態が悪化したとき、緊急時には24時間365日相談を受けたり訪問しています。かかりつけの医師に指示を受けたり、受診が必要なときは病院へかかっていただけるように病院とも連携して、安心して治療を受けていただける体制を作っています。これなら安心ですね。訪問看護の役割も分かりました。こんなふうに医療の連携ができていると安心ですよね。はい、安心です。はい、どんな状態でも適切に医療を受けられる、そういった地域医療の仕組みが必要です。そのため滋賀県では今年の3月末に滋賀県地域医療構想を策定しました。今日紹介しましたように、さまざまな医療機関や多職種のスタッフによって県内では地域の医療が支えられていますので、ご安心いただきたいと思います。まあ、そうですね。ほんで自分の住んでるところの地域でね、どういう医療連携の仕組みが出来上がっているのかということを知っていただいて、ほんで、まあ、日頃からね、かかりつけのお医者さんを作っておくことが、それこそ本当に安心につながりますよね。いや、今日はでもこんな連携が今出来上がってきてるとは知らなかったですね。自分の、ね、体を守る、やっぱ大切なことですから知っておきたいですね。そうですよね。はい、最初はまずかかりつけのお医者さん、ね、急な時は大きな急性期の病院へということで、それでは皆さんまた次回お楽しみに。さようなら。